緑と黒、また両色の組み合わせは、緑軍の軍旗として、しばしば用いられた。緑軍は、ロシア革命後のロシア内戦の時期に、旧ロシア帝国領内外で活動した、ノーミニアコサックを中心とした、非正規の軍事組織の通称である。緑の法規軍、緑のパルチザン、緑色運動、第三勢力とも呼ばれる。ハンボリシェビキ、 半白軍を基本としたが、その中でも親赤軍派は赤力、親白軍派は白力と呼ばれた。なお、抗議には、主要勢力である赤軍と白軍に所属しない、第三勢力のことを緑と呼ぶこともある。名称の由来は、緑軍の多くが、農村やその周辺の森林地帯を活動拠点としていたためと言われる。旧ロシア帝国領各地では、 その土地の文化と強く結びついた緑軍の活動が10月、革命以降活発に見られるようになった。マフの派の兵士たちウクライナでは、ネストル・マフノに指導された農民アナキスト派のウクライナ、革命法規軍によるマフの運動が、1918年から1921年にかけて南部を中心に流星した。彼らは、農村部に大きな影響力を持ち、 中央政府である、ウクライナ人民共和国、ウクライナ国、オーストリアハンガリー帝国、白軍、ソビエト政府に反対する運動を展開した。ウクライナで特徴的なのは、ウクライナコサックの伝統からの影響で、多くの非正規軍の指導者が、コサックの長官である、オタマーン、アタマーンの称号を名乗った。彼らを、ウキオタマーンと呼ぶ。その代表格は、 オタマーンフルイホールイエウ、アタマアングリゴーリエフの名で知られるヌイチーピル、セルベートヌイクと、オタマアンゼレーヌイの名で知られるダヌイロテルプイロ、である。彼らは、元はウクライナ人民共和国軍の指揮官であったが、その後反共和国の放棄オタマアンとなり、赤軍に対する放棄を指導し、最後は、デニーキン軍やマフの軍に敗れて落命した。緑軍の活動は、 コサックや農民が人口の大多数を占めた国会演団のカフカースやクバーニ、クリミア半島でも展開された。ロシアにおける最大の緑色放棄は1918年から1921年に流星したタンボフ放棄である。ロシア帝国軍の将校であったリョートルトクマコーフや社会革命党員のアレクサンドル・アントーノフに指導された農民放棄は タンボフの町を占拠し、白軍司令官、コンスタンチン・マーモントフ将軍からの支援を受けつつ、民主制を政治形態に採用し、創立議会の召集を支持して1920年まで影響力を保持した。しかし、白軍がクリミアから国外へ亡命すると急速に力を失い、赤軍に撃破され指導者は戦死、または処刑された。 ボリス・サビンコフ自発的でない選挙区のために起付された緑軍放棄もあった。ポーランド・ソビエト戦争において、スタニスラウ・ブラーク・バラホービチ将軍と、社会革命党員、ボリス・サビンコフが指導したベラルーシにおける農民放棄である。1920年10月15日、ポーランド会議会は、赤軍との戦闘に加わっていた、ポーランド内の同盟軍を、 すべて11月2日までに武装解除することを決定したが、そのため、ポーランド軍の支援を受けていた有力な白軍の司令官ブラーク・バラホービッチは、早急に事態を打開する必要に迫られた。ブラーク・バラホービッチと彼を補佐していたサビンコフは、赤軍に占拠されていたベラルーシにて、農民放棄を起こし、赤軍を放築する計画を立てた。 バラホービチ軍は11月上旬に各地で赤軍を撃破しマズイールなどを占拠したが、ベラルーシ人民共和国の独立が真剣に考えられていなかったことから指示が得られず、11月18日には赤軍の攻撃でマズイールを放棄、最終的にポーランド国内へ撤退したところで抑留され、武装解除された。バラホービチは、 ベラルーシ系ポーランド人のシュラフタ出身であったが、第一次世界大戦中に、アタマアンプーニンの部隊に所属していたことから、自身もアタマアンを名乗っていた。アタマアングリボーリエフを追い払うボリシェビキの、プロパガンダポスター。1919年。スローガン、白くなるまで赤を打て、赤くなるまで白を打て。スローガン、ボリシェビキ抜きの共産主義を。スローガン、 ボリシェビキ抜きのソビエトのために、スローガン、全権力を、創立議会へ。ありがとうございます。